こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は当チャンネルではおなじみとなったアスリートと食事のエピソードというシリーズのショートバージョンとして、アスリートと食事の小話をお送りいたします。まず第1回目、ハリオネル・メッシ選手の食事についてのエピソードを紹介していくわね。わかったのぜ。まずはメッシ選手についての簡単な紹介から。彼はスペインリーグのバルセロナで活躍をされているアルゼンチン代表のサッカー選手よ。バルセロナではリーグ優勝が10回に、UEFA チャンピオンズリーグを4回、FIFA クラブワールドカップを3回獲得していて、個人でもバロンドールを史上最多の6度受賞に、リーガ得点王を7回、UEFA チャンピオンズリーグの得点王を6回など、チームとしても個人としてもこれまでに数々の栄誉を手にされてきた、サッカー界随一のスーパースターよ。メッシといえば、昨年末にはブラジルのペレが保有していた、同一クラブでの最多得点数の世界記録を塗り替えたニュースも記憶に新しいよな。また、昨年は新型コロナウイルスの影響によってバロンドールの選出が中止されたんだけど、その代わりに実施されたバロンドールドリームチームでは、全選手中でも最多の得票数で右ウィングのベストプレイヤーに選出されてもいるんだよな。そんなサッカーの歴史上においても史上最高の選手として推されることも多いメッシ選手も、現在33歳とピークを過ぎキャリアの晩年に差し掛かっていることは間違いないわずなの。ああ、そうだな。いかにメッシといえど、彼も人間である以上老いには抗えないわずだからな。とはいえ、出だしは不調だったものの、今年のリーガでも得点ランキングでトップを走っていることからもわかる通り、彼がまだまだ高い次元で戦うことができていることも間違いないんだぜ。おいてなお花盛りなメッシは、彼がこれまでのサッカーの歴史上において、史上最高の選手であることを自らが証明しているようなので。そんなメッシ選手がベテランの域に達した現在であっても好調を維持し続けることができている理由の一つが、彼の日頃の食事にも隠されているのよ。メッシ選手は若い時に派チョコレートや炭酸飲料に小麦化し、ピザなどを食べ過ぎていたために、筋肉系統の故障を繰り返したり、試合中に嘔吐するなどの、パフォーマンスに悪影響が出るトラブルが何度もあったの。その後、グアルディオラがバルセロナで監督を務めるようになると、彼の指示により、砂糖や肉を含む食品を控え、代わりにフルーツや魚などを口にするようになり、メッシを含めて、バルセロナのチーム全体のパフォーマンスが上昇したそうなの。なるほど。いかにメッシといえど、日頃からチョコレートやピザのようなジャンキーで体に悪いものばかりを口にしていては、コンディションを維持することが難しくなってしまうんだな。昔から神童や神の子、サッカーの神と崇められてきたメッシ選手にも、私たちと同じような弱みがあると聞いて、私は逆に少しホッとしてしまったんだぜ。ふふ。まあ確かにマリサの気持ちもわからなくはないわ。グアルディオラがチームを去った後には、メッシ自らがイタリアから栄養学のプロにコンタクトを取り、食事の改善に対してより意識的で前向きに取り組むようになったそうで、そのことによってメッシは砂糖を極力避け、新鮮な野菜と果物に魚、全粒穀物やオリーブオイル、ドライフルーツ、卵にナッツやひまわりの種、かぼちゃの種などの種実類を日頃から口にするようになったの。ふむふむ。以前は監督の指示によって半ば強制的に取り組んでいた食事内容の改革ではあったものの、次第にメッシ自らが、自身の今後のパフォーマンスやキャリアのためにと考えるようになり、そのために必要な最善手として、食事のプロに指導を求め働きかけたんだな。そういうこと。この食事改革などが功を奏して、怪我やコンディションの不良が激減し、30歳を超えた現在であっても世界トップクラスのパフォーマンスを維持することができているのよ。そんなことがあったのか。今日までの活躍が凄まじすぎるあまりに、まるで宇宙人に例えられることも多いメッシも、裏ではとても堅実に、地に足をつけた努力を重ねて、自身の問題点を一つ一つ解決してきたんだな。そうなの。また、メッシが食事改革を行い、パフォーマンスを向上させたことは、彼の周囲の人物へも影響を与えたのか、アルゼンチン代表で共にプレーをしている親友のアグエロも、メッシと同じイタリアの栄養士の方に指導を仰ぎ、パスタや肉、砂糖の摂取量を減らすなどの改善を行い、健康的で怪我に強い肉体を手にすることができたそうよ。なるほど。メッシ選手とアグエロ選手は年も近くて親友同士の仲だから十分にあり得る話だな。といった感じで本日の内容は終了よ。今回は小話ということで、普段以上に要点をかいつまんだ短い構成の動画にしてみたわ。今後もサッカーやその他競技のアスリートの食事に関する様々な小話を紹介していく予定ですので、今回の内容が少しでも面白いと感じていただけたのであれば、チャンネル登録や高評価をしていただけるととても嬉しいです。それでは本日の内容は終了なので、ご視聴ありがとうございました。